まさに天地を揺るがす一戦は渦巻きナルトの勝利に終わり、ようやく木の葉に静寂が戻る。しかし世界は大きく動き始めていた。どの里も暁を、そして今や暁に加担する内葉佐助を無視できず、五影が集う会談にてその対策が協議される。ナルトは佐助について許しを乞うため木の葉を断つが、その道中かつて出会った暁の一人トビと出会う。トビは自らの正体を内葉マダラと名乗り、今はサスケを手なずけていることを告げる。サスケを操る張本人が目の前にいる。渦巻きナルトの拳は強く握られた。キュービー、渦巻きナルト、さてどれほどか。てめえがサスケを。戦闘開始。ナルトの力を存分に確認したマダラは、いずれ内葉サスケが世界に憎しみをぶつけるという言葉を残し、ナルトの動揺を誘った上で去っていった。今のサスケはもはや昔のサスケではない。サスケ、その答えを見つけるためナルトは再び走り出した。第七班としての思いで、つながり、さまざまな思いが繰り返されては消えていく。サスケに向け地をかけ森を飛び、そして渦巻きナルトは内葉サスケとの再会を果たした。光を歩む者と闇を歩む者、その道の行き着く先、その答えを見つけるためナルトはサスケと拳を合わせる決意を固め、果たしてナルトの出す答えとは。てめえも木の葉もこの俺が潰してやる。もう少しで答えがわかる気がする。
戦闘開始。激闘に幕が降りてもなおナルトとサスケは対峙を続けた。睨み合う両者だが、サスケを連れ戻すためマダラがその場に現れたことにより、事態は収束へと向かい始めた。もはやサスケは闇に立つもの。それでもなおナルトの目的は変わることはなかった。拳を交え互いの意志を深く知ったナルトは、共にサスケと歩むことを望み、サスケのために戦うことを決意する。答えを得たナルトの表情は柔らかく、いずれ訪れる退治の時に向けてナルトは再び歩き始めようとしていた。親も兄弟もいねえてめえに俺の何がわかる。他人は黙ってろ。サスケ、俺はせいぜい俺の足引っ張ってくれるなよ、うすらトンカチ。なんだとこれ。ほらよ、足でまといになられちゃこっちが困るからな。なんで、なんで俺なんか。知るかよ、体が勝手に動いちまったんだよ、バカ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。もう俺の目の前で大切な仲間が死ぬのは見たくない。大切な仲間。今から俺と戦え。なんでだよ、なんでそんな風になっちまったんだよ、お前は。お前は一体何なんだ。友達だ。お願い、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。サスケは同じ木の葉隠れの忍びだ、仲間だ。だから命がけで助ける、それが木の葉流だ。で、そこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。サスケ君は望んで我々の元へ来たんだ。私のサスケ君とどっちが強いかしら。自分の元みてえにサスケの名を口にするんじゃねえ。お前たちとのつながりはもう断ち切った。サスケとコノハを天秤にかけられる。人は決して理解し合うことができない生き物。本当の平和などありはしないのだ。本物の復讐者だよ。そろそろしまいにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いを。
ナルト！サスケ！忍びの世には憎しみがはびこっている。どの忍びも憎しみと戦っている。だが、いつかは本当に理解し合える時代が来るとわしは信じとる。ナルト、俺はお前を信じている。俺は絶対諦めねえ。最後の最後まで、俺はずっとお前が掴み返すまでこの手を伸ばし続けてやる。そしてまたみんなで一緒に。日常の光、かつての日々を取り戻すため、かつての続きを歩むため、意志を固め、可能性を信じ、強き瞳を抱いて、少年は再び前へ。望む未来がために、そこには絆があった。そこには友があった。